はい、コスモ先生、こんばんは。このチャンネルのおかげですけど、去年一発公開できました。おめでとうございます。おめでとうございます。感謝の気持ちいっぱいです。特に試験前の励ましの動画嬉しかった。懐かしいですね。やりましたね。試験前にお伝えしたいこと、何喋ったか覚えてないですけど。はい。いやでも一発合格できるってすごいと思いますよ。僕4回受けてますからね。だけし、多分ほんま頭悪いやなと思います。いやー、まあこうやってね、教えときながらあれですけど、一発合格できるのは多分勉強のセンスあるんで、ねえ、もうちょっと違う資格も頑張ってみたいなって思いますけど。ねえ、せっかくやから。で、なんか宅建やってると勉強癖つく人多いんで、宅建ってある程度勉強しないと受からないですし、でもそんななんか人生かけてまでしなくても受かるっていうような感じなんですよ、宅建って。なんで、勉強する癖がついてるときに、勉強が楽しいなと思うんであれば、その、次の、その今回紹介してる問題、資料のやつとかをやってもらったら、そうするとね、まあ、自分のフィーリングで合いそうな資格を目指すっていうのも一個いいかもしれないですね。こっちのその、要は合格率 10% 以内の資格、まあ、10% 前後かな、の、次のステップになってくると、もう、ほんまに食うに困らないので、ぜひ頑張ってみたらいいかなと思います。まあ、不動産屋さんでね、コリッと稼ぐっていうのもいいでしょうし、まあ、別にその稼ぐところだけじゃなくてね、不動産屋の大家として、まあ、困ってる貧困の方たちにこう宿をいい感じに提供するとかっていうお金だけな部分だけじゃないですから仕事って。なんでまあそういった、まあ、何か仕事をするきっかけのね一つになったらいいかなと思います。